決算振り返りやっていきたいと思います。Z ホールディングス、日本製鉄、三菱ケミカル、カオ、ジャルというラインナップでやっていきたいと思います。まずは Z ホールディングスですね。第2クオーターでしたけれども、売上高33%プラス、最終利益19.6%プラス。素晴らしいですね。で、Z ホールディングス、まあヤフーですね。 えー、ラインと経営統合している影響で、今年の見通しに関しては売上高のみ開示していて、純利益は非開示となっておりますけれども、すでに第1クォーター、第2クォーター、出した時点で542億円で着地しているんで、まあ、うまくいけば2018年、 ぐらい、まあ、1000億超えるぐらいでは着地してくるんじゃないかなというところですね。で、決算説明資料を見ていても、こう、ワクワクすることが結構たくさん書いているなということで、LINE との経営統合のシナジーがもうめちゃくちゃ出てますよということで、まあ、あと個人的に気になってたのが、PayPay の手数料有料化による影響なんですけど、まあ、そこがですね、まあ、ほぼ 影響出てないらしくて解約影響は加盟店舗数で0.2%取扱い高で0.1%と極めて軽微ということでねいろんな店舗でいまだに幅広く使われている PayPay ペイペイ、まあ、結局 QR コード戦争に 勝利したのは、この Z ホールディングスかなーって、個人的には思いますね。まあ、あとメルペイとか、楽天ペイとかね。まあ、いろいろありますけれども。うん、まあ、やっぱなんだかんだでペイペイ使えるところ多いなーって、消費者目線で、え位、ー、置、ユーザーとしてね、そう感じるなと思いますね。まあ、あとは広告全般のところも需要回復で y 67、YOY67% プラス。67%YOY プラスは、化け物じみた数字ですね。 はい、ということで、こう、決算資料とか見てると感じるんですけど、フィンテック事業ですね。キャッシュレスを軸に、えー、これからどんどん攻めていくっていうところは、これ見ると分かりますね。PayPay を軸に、どんどんみんなにクレジットカードとか使ってもらって、まあ、あわよくばリボ払いしてほしいな、みたいな、そういう感じだと思います。リボ払いがやっぱり、すごい利益率高いので、まあ、楽天経済圏とかもそうですけど、楽天もほぼリボ払いの利益で、 ま、成り立ってるというか、あそこがめちゃくちゃ営業利益に貢献してて、モバイル事業に投資してるっていう構図になってるんで、Z ホールディングス的にもそういう感じというか、いろいろ展開できてくるんじゃないかなと。はい、次の銘柄ですけれども、日本製鉄でございます。最終利益41%、情報修正、過去最高益予想、上乗せ、素晴らしいですね。ということで、第2クオーターでしたけれども、売上高49.6%プラスの最終利益は黒字転換。まあ、こういう鉄鋼とか、こういう会社で売上高49%プラス。 まあ、なかなか見ないですね。ほ、まあ、本当に世界的に需要があ回復してきてるなっていうのがこういうのを見るとわかるなっていうところですね。会社からの説明ですけれども国内外鉄鋼需要については引き続き、えー、需要はタイトでありますよと。だから需要はたくさんありますがそれに供給が追いついてない状況はまだ続いておりますと。 で、理由っていうところでコロナ禍からの回復の動きは続いてますと。プラス中国の鉄鋼減産政策による影響もあります。鉄鋼の需要がまだまだありますよっていうところですね。で、日本製鉄は今、 予想ベースですけれども史上最高の純利益と EPS 叩き出す予想なのでということは株価も史上最高の高値取ってきてもまあおかしくはないと理論上はですけどね。ということで月足のチャートですけれども今この辺り2000円ぐらいなんで,で、まあ、直近で見ても2014年の3500円とか高値全然つけてるんで、まあ、理論的に考えればここはいずれブレイクしてくる。 まあ、あくまで理論の話ですけれども、まあ、どこまでこう先を織り込んでいくかっていうか、鉄鋼需要今年で終わるんじゃないと思えば高値取れませんし、えー、いや、まだまだこれからどんどん伸びるって思うようであればね、えー、またここ高値取ってくるというような展開になるんじゃないかなと。まあ、とにかく過去最高益予想ですよということですね。あと、配当金まだ控え示なんで、ここがどうなるかですね。はい。 まあここ、配当金めちゃくちゃ出しますよっていうアナウンサーあった時とか、また株価買われてもおかしくない、そんな状況じゃないかなと思います。はい、次の銘柄ですけれども、三菱ケミカルホールディングスですね。こちらは今期、税引き前を64%情報修正、配当6円増額。素晴らしいですね。ということで、配当利回りは3.14%、3%台乗せてきましたよと。で、この決算出たのが13時。 30分なんですけど、これ発表した瞬間にものすごい上にギュッと飛びまして、また下にギュッと戻るっていうね。で、また終わりね付近でまたガクッと売られるっていう、なんかものすごいもう心電図みたいなチャートしますけれども、まあまあそこそこ交換されて、 <laughs> 落ちたという感じですね。決算予くて、で、つくしって日本株はもうめちゃくちゃあるんで、1日8000万回ぐらいあるんで、そんな気にしなくていいかなとは思います。はい。で、PER、これヒストリカル PER っていう歴代の PER ベースで見ても、今すごい割安なんで、7倍ですね、PER が。もともと14倍で、まあ半分ぐらいになってるんで、まあ、そう考えたらもう全然、えー、ここの1000円、1050円ブレイクですね。まあそのうちやってくるんじゃないかなと思います。 で、営業利益ベースでの何が貢献しているのかというところで、まあ、ほぼほぼプラスになってるんですけども機能商、機能商品、ケミカルズ、産業ガスが貢献してますね。ヘルスケアだけちょっとマイナスなってますと。で、機能商品セグメントっていうところで、まあ、本当にこれいろんな科学に関する機能商品販売している会社ですけれども、自動車向けが、えー、販売、 回復してきているっていうところはやはりこうポイントかなと思いますね。はい。まあ最近本当どの決算端子見ても自動車向けがめちゃくちゃいいということは書いてるんで、まあ引き続きこれから出てくる会社に関しても自動車向けっていうところは、まあ狙っていっても面白いんじゃないかなっていうところですね。で、キミカルズセグメント、ここも大幅に回復しておりましたけれども、石油化学製品ですね。まあ原材料の上昇に伴い販売価格が上昇したことに加えということで、まあここら辺も 需要伸びてますよと。そして次の銘柄ですけれども、カオデックを使います。第3クォーターでしたけれども、売上高2.3%プラスの最終力16.4%マイナス。まあ、売上だけがちょっと増えてるけど、こう営業利益ベースでこう利益が下がってますという話ですね。で、全体のざっくり感というところで、トイレたりここが数字大きいんですけれども、原材料の 価格上昇により利益面で影響を受けたとだから原材料が例えば2倍になったから販売価格2倍にっていうのがなかなかこうできないっていうところで、まあ、そこがこう競争力っていうところに関わってくるんですけどもともと売上営業利益率13.5%とか14.7%とかあったものが11.1で、まあ、ちょっと下がってきてるんで。 まそのあたりは気になるかなとは思いますね。あとは化粧品事業ですね。ここも気になるところが、やはり売上高1659億円あるんですけれども、営業利益見ると1億円ということで、まあ利益率が非常に低い。営業利益率0.1%ということですね。ここも日本は何回もこう、 緊急事態宣言が出てて、その影響で、ベースメイク事業のところが影響を受けてるって書かれてたんで、みんな化粧をしなくなってるっていう。で、ケミカル事業のところに関しては好調でございますと。えー、売上も営業利益も伸びて、営業利益率は10.2%をキープしておりますということで、ここはいいですね。まあ、ここ見ても書いてますけど、自動車関連分野の市場回復の着実な取り込みにより増収。 やっぱ自動車強いなっていう感じですね。チャートですけれどもこちらですね。まあ顔といえばこの6600ぐらいでこう何回もこれサポートラインになって割れるか割れないかでずっと来てたんですけど、ここ割り込んでさ6300までつけてから戻ってきてるっていうね。まあそういう形になってるんで、まあ、またこの6600ぐらいを こうね、終わりのベースで上にこう、ぐぐっと抜けてくるかどうかっていうところに期待したいんですけども、まあ、ちょっと減収になってしまっているんで、化粧品事業の利益率の復活っていうところに期待していきたいなと思います。最後 JAL ですけれども、非開示だった業績は赤字縮小。第2クォーターでしたけれども、売上高が33%プラス最終利益は赤字縮小でございますということで。まあ、これもほぼ折り込み済みですかね。ANA が事前に出してて、これも赤字だったんで、 まあそんなにこうインパクトないかなと思います。はい。そして利用率だけ見ておきたいんですけれども、こちらは第2四半期で22.7%。これ国際線ですね。で、国内線が42.9%ということで、まあ ANA とほぼほぼ同じような利用率ですね。まあここがもうちょっと回復してくると面白いなというところで。なので逆張り狙ってる人とかに関しては、まあまだもうちょっと早いんじゃないかなと思いますね。はい。まあチャート的に見てもこうどんどん高値取っていく感じではないんで、 まあ,あ、る程度赤字を折り込まれていて、うん、様子見してる人が多いんじゃないかなっていうチャートですね。はい。まあ、もうちょっと長く引いてみても、うん、まあまあまあって感じですね。というところで、今回の決算振り返りは以上となります。また、木、金とかでめちゃくちゃすごい数出てくるんで、気になる方はチャンネル登録していただければと思います。また、今週の金曜日にライブ配信21時半からやるんで、えー、時間合う方はですね、ぜひ見に来ていただければと思います。ということで、今後もこの株式動画をどんどん発信しておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上。